公民は日本の学校教育における教科の一つ、公民科と通称されることが多い。高等学校に設置されている教科で、小中学校の社会科で取り扱われる内容のうち、公民的分野に対応する。現代社会、倫理、政治、経済といった科目を取り扱う教科の名称として、この故障を使用する。公民科は高等学校に設置されている教科である。 現行の高等学校学習指導要領では、公民化の学習目標として、広い視野に立って、現代の社会について主体的に考察させ、理解を深めさせるとともに、人間としてのあり方生き方についての自覚を育て、民主的、平和的な国家、社会の優位な形成者として必要な公民としての資質を養うとしている。公民化では、政治、経済、 社会全般について学ぶ。高校公民化の中に現代社会、倫理、政治、経済の3科目が設置されている。原則として、現代社会1科目、ないしは、倫理政治、経済2科目のいずれかを選択して、必修という扱いになる。また、大学入試センター試験ではこれら3つに加え、倫理、政治、 経済という地歴 B 強化と同じ標準単位数4単位を想定した強化が存在しており、内容は倫理と政治、経済をそのまま合わせたものとなる。2022年施行の新しい学習指導要領では現代社会が廃止され、新たに必修科目として公共が新設される。倫理、政治、経済は選択科目となる。 国公立大学の多くでは、地歴と公民から2教科をセンター試験で受験することを必要とする。後継の大学入学共通テストでも、ほぼ同様になることが各大学から予告されている。難関大学では前述の、倫理、政治、経済でないと受験を認めない大学もある。しかし二次試験で公民を課す大学は、一橋大学。 東京学芸大学や高崎経済大学、数学、外国語から2科目など少数である。私立大学では、慶応義塾大学や上智大学など一部を除いて、政治、経済を地理歴史の代わりとして選択できることから、重要科目とみなされている。倫理を使える大学は、国立大学の二次試験では、一橋大学、東京学芸大学や筑波大学、私立大学では、 愛知大学や、専修大学文学部、中央大学文学部、日本大学文理学部など、ごくわずかである。なお、政治や経済、社会の基本的な仕組みについては、小中学校では、社会科で学ぶ。中学校社会科では、政治、経済、社会について学ぶ内容について、公民的分野と呼称されている。かつては、 高等学校にも社会化が存在したが、1989年、告示、1994年度高等学校第1、学年から学年振興で実施された学習指導要領で、高等学校社会化は再編され、地理歴史化と公民化に分割された。日本において、公民教育が開始されたのは、1890年に実業補修学校において、 職業教育に付随して公民として心得壁事項として公民教育が組み入れられたのが最古である。ただしその本格化は社会教育の重要性の高まりと普通選挙の導入が決まった大正時代末期のことである。1931年から1947年にかけて中学校に設置された教科の一つに公民化がある。社会の発展に参加する 構成員として必要とされる知識や素質などを養うための教育、すなわち公民教育を扱う学科である。1931年にそれまでの法制経済に代わって、県政維持の本義を任にし日常生活に適切なる法制上経済上並みに社会上の事項を教育することを目的として開始された。 ところが、軍国主義の台頭と天皇期間説問題をきっかけとして1937年に改定が実施されて、我が国体及び国権の本義特に彫刻の精神及び憲法発布の由来をちらしめてもって、我が国統治の根本観念の他国といるゆえんを明らかにすることを教育目標に掲げることとなった。これは、欧米の近代的市民育成の方針とは異なる。 絶対主義思想に基づいた帝国市民育成理念を全面に出したものとなった。第二次世界大戦敗戦後、欧米型の民主主義導入に伴って近代的市民育成が求められることとなった。そこで1945年10月に公民教育刷新委員会が結成されて公民教育改革について論議されたが、 1947年の学校教育法施行に伴って社会化に統合されて廃止された。その後、旧公民化分野は政治、社会、経済的分野と呼ばれていたが、1969年に公民的分野と解消されて公民の名称が復活する。その後、1977年及び翌年の学習指導要領改定に伴って、 公民的支出の育成という小学校から高等学校にかけての統一方針が掲げられることになるが、その際に基本的人権の自覚という従来あった項目が削除されたことが問題となった。ありがとうございます。